ファーディ・ブルーノはイタリア海軍が建造した第一次世界大戦時のモニター艦で同型艦はない。本級はイタリア海軍が艦砲射撃を行うために建造したモニター艦である。この時イタリア海軍では計画中止になった超度級戦艦フランチェスコ・カラッチェロ級のためにイギリスから購入していた 38.1cm の手法と一式が 倉庫に保管されており、これを流用して安価に艦砲射撃を行える艦として建造された。本艦の収益により、主力艦を戦没の危険を恐れずに戦地に投入することが可能となった上、大型艦よりも座礁の危険性を少なくでき、より沿岸部に接近して砲撃が可能となった。本艦の手法は、 土球戦艦を上回る射程と威力を有する有効な戦闘単位であった。従来のモニター艦は、戦隊は手砲等最低限の航行能力を持っていたが、本艦の特徴として、シケを利用したために、上面から見て、完全な長方形で、抵抗の強い戦隊形状であった。このために、MTB から流用した機関をもってしても、速力3ノットが限度であった。 その代わり、陸上砲台からの攻撃を考慮して、船体中央部にバーベットが配置され、主砲塔装甲と別個で、天外には半円形の装甲板が追加され、甲板形状も中心線上から水面上に向かって緩く傾斜させ、成形されていた。主砲塔の後方に三脚型のシュマストが立ち、頂上部に即居技を設置した見張り所が設けられていた。 その後方にソーダ環境と一本煙突が立つ以外は、異界を制限するものはなかった。写真は本館にも搭載された3 8 1トル砲本級の手法として、前述のフランチェスコ・カラッチェロ級のためのアームストロング1914年型3 8 1トル砲の連装式手法等がそのまま流用された。その性能は、 重量 884kg の手砲弾を最大行角20度で射距離19800メートルまで届かせられる性能であった。発射速度は1分間に1.5から2発、行角は行角20度、深く5度であった。動力は蒸気機関による水圧ポンプ駆動であり、補助に人力を必要とした。旋回角度は監視方向0度として、 左右162度の旋回角が可能であった。他に自衛用にアームストロング1917年型 7.62cm 速射砲を単装砲賀で4機搭載した。砲賀の行角は行角60度、深く10度であった。動力は人力を必要とした。旋回角度は360度の旋回角度が可能であったが、実際は 上部構造物に回を制限された。発射速度は1分間に15発であった。他に、対空火器としてビッカーズ4センチメートル機関砲4機を、甲板上に搭載した。戦艦の建造がまだ公式には中止される前の1915年10月10日に、ベネツィア海軍造船所で起航1916年1月30日に浸水し、 1917年7月23日に、就役した。ファーディ・ブルーノの最初の戦闘参加は1917年8月の第11次依存その戦いの時であった。ファーディ・ブルーノは、イタリアのモニター・アール・フレッド・カッペリーニやイギリスのモニター・アール・オブ・ピーター・バラ、サー・トーマス・ピクトンと共に、オーストリア軍陣地を砲撃したが目立った効果は、なかった。 1917年11月、高天寺に座礁。その後ほぼ1年間そのままであった。1924年11月13日退役。しかし、第二次世界大戦の勃発とともに浮き放題 GM194 として現役に戻った。ファーディ・ブルーノは、ベネチアからジェノバへと栄光され、戦争中そこに留まった。 1941年2月9日にイギリス軍がジェノバを爆撃したが、最初の攻撃で方への電力供給ケーブルが損傷し、そのため打ち返すことができなかった。1944年から1946年の間に解体された。ありがとうございます。